はい、こんにちは。数理クイズ。意地悪クイズじゃないです。まあ、2人が4、あ、普通じゃん。で、3×3 でもう10いくつになっちゃってると。で、10×10 が100、普通じゃんと。11×11 が121、普通じゃんと。12×12 が144、普通じゃんと。普通。で、でも、サザンが9じゃなくて10いくつ。なんだろうな、と言ったときに、まあ、サザンが9でもう10に繰り上がっちゃうってことは、なんとか進法で、まあ、10進法未満、9進法とか、9進法だったらサザンが10ですね。で、8進法だったらサザンが11っていう感じなんですけども、何進法だろうと、まあ、10進法以外でこれを10と読むと怒られたりするけど、まあ、何進法だろうと 10×10 は100なんです。100じゃなくて、まあ、100なんです。っていうのは、バルタン星人は1、2、3、10なんです。もう指がいっぱいになりましたっていう印が10なんで、人間だったらこれで指がいっぱいになりましたの印で10と。で、それがまた同じ数だけ集まったら 10×10 で100。バルタン星だったら1、2、3で10と。で、またそれが4つ集まったらこれで一塊で次の位と。いうふうに、それを100と表すということで、何進法だろうと、10×10 は100ですと。で、2進法以外だったら、11×11 はもう全部121です。繰り上がりがないんで。11×11。11が1、11が1、ここまで全部同じで、これで、まあ2進法だったら、これでここで繰り上がっちゃって0。また繰り上がって0。こうなりますけども、2進法以外だったら、これ繰り上がらないんで、これ121です。何進法だろうと。これだから、これで何進法かは判断つきませんと。12×12 も、4進法だったら、まあ、繰り上がっちゃいますけど、5進法以上だったら繰り上がりなしと。2人が4、2、1が2。で、144と。だからこれもしも、4進法だったら2人が10なんで。で、2、1が2。で、これも繰り上がるから、1でこうですか。4進法なら。合ってますよね。4進法だったらこれって、これがもしも4進法だったら、6ですか。6、6、36になってますよね。4進法なら1の位、4の位、16の位だから 16×2 で32足す4でちゃんとまあ合ってますね。別に何進法だろうとこれ筆算は同じようにできるんで。で、じゃあまあ要するに何進法ですかっていうのを判断するのに、まあじゃあこの辺、まあ A には同じ文字が入りますということで、N 進法だったらこれは、N の位が1。で、1の位は何でも1の位なんで A。が、サザンが9ですよと。で、下で言うならば、N の位が A なんで AN 足す A が4416ですよと。まあ、これで、文字2つ、未知数2つで式2つなんで、まあ、答えが出ると。まあ、これだけでも出なくはなさそうですけどね。A カッコ N 足す1が16。もちろん N は、まあ、明らかに、9以下の自然数。で、まあ、A も一桁っていう条件から、まあ、出ますけど、まあ、もちろんこれはもう2個あるんで、確定するんで、出しちゃえば、A が 9-N なんで、じゃあ反対にしましょうか。N-9。N 足す1にして、こっちにマイナスかければいいですね。マイナスにすれば、N-9。そうすれば、N2 乗、マイナス 8N、マイナス9、プラス16だから7ですね。プラス7が0と。なんで N-1、N-7 なんで N は1か7で、一進法っていうのは世の中いないんで、7進法と。じゃあ7進法って分かったら、あとは 13×13 をやればいいと。筆算って、忘れ、2桁同士だったら、サザンが12ですよね。7進法だったら。3、で、まあ、じゃあ、こう書いちゃったんで、サザンが12、3、1が3。で、3、1で、7進法だから2で、0で2ですよね。まあ、サザンが12で、6って、こうやってやる方法もあるんで、別にこれ今、7進法でやってますけど、ごく普通に、例えば、なんでもいいんだけど、なんでもいいや。23とか。3515ってもうこれちっちゃいの書かなくて済む方法結構便利なんで3515って書いちゃうと。で、死にが8って書いちゃうと。
で、この掛け算を10と12で22って、まあ、こう書くと。で、まあ、ここの暗算がめんどくさいときは、そのままバラでも、2、5、10と、3、4、12と。いうふうに書いちゃってもいいと。そうすると、5、3、0、1と。まあ、これ便利なのが、ちっちゃいのを書かなくていいっていうだけで、まあ、普通にはもちろん同じです。3、5、15、3、4、12、2、5、10、2、4、8で、5、3、0、1。同じですね。あ、すいません。これも仕組みは至って簡単で、掛け算というのは 10A たす B、10C たす D っていう掛け算の BD をまずここに書いちゃいますよと。で、AC、100AC になるんで、それをここに書いちゃいますよと。で、AC と、あ、AD と BC は、10AC と 10BD は、まあ、ここに書きましょうっていう、それだけの話です。じゃあ、話は前後して、これですか、これが答えですね。13×13、さっきやりましたね、ちゃんと。サザンが12、1で、6で、2、0、2で、合ってますね。まあ、ちなみに、これちゃんと7進法に元に直すと、これ10ですよね。あ、7進法なんで、10進法に直せば10。10×10 で100。これちゃんと100かっていうと、1の位、7の位、49の位で、49×2 で98、足す2でちゃんと100なんで当てますと。ということで、まあ、この答えは202で、A は2ですね。222で、B は A 足す1だから3。5525はちゃんと21足す4なんで、7が3つと4ということで、まあ、このようなことになりますと。で、以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で、答えはきれいに書いてある。そして、映像もすぐに見られるというシステムになってますんで、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。鈴木貫太郎のオンラインサロン、新聞6紙拾い読み。私が新聞6紙を読んで、気になった記事についてあれこれ本音で語る生配信。毎日朝夜交互で8時半からお送りしております。YouTube では話さないような、本音もちらほらと語っております。おかげさまで、初めて20日間以上過ぎましたが、当初予想していた人数よりも多くの方に入っていただきありがとうございます。私自身も、毎日新聞6紙を4時間以上かけて読む習慣がついて、この年になっても学ぶべきことが多くて、日々自分自身が向上していくことを自分自身で楽しんでおります。まずは7日間無料体験がありますので、そちらでぜひお試しください。